ご視聴ありがとうございます。今回はですね、一番くじを引いていきたいと思います。一番くじ5等分の花嫁あなたと一緒にですね、これが本日から開始ということで、これから引きに行っていきたいと思います。はい。で、久々ですね、5等分の花嫁のくじは、で今回は、ワンピースの衣装のフィギュアでしたっけ。5人全員フィギュアがあるということで、毎回10個もあるわけで、なんとなく引けそうな気がするんですが、どうですかね。で今回も1ロット80でフィギュアが2つずつ、まあ、10個ということで8分の1でフィギュアが当たるということで、でまあ私はですね、あの推しとかは特にないので、あのフィギュア1個当たったら嬉しいなくらいで引いていきたいと思います。はい。であの、前回のくじもかなり人気でしたよね。まあ、すぐに終わっちゃったので今回も、どうせまたすぐ終わるんじゃないかと思うんですが、なんかテンポかなり多いみたいですね。あのさすがに前回瞬殺だったのか、今回結構用意されてるんじゃないかと思います。であの今回これやばいですよね。ダブルチャンスキャンペーン、ニノのロングヘアバージョン。最近のダブルチャンスキャンペーンって普通に A 賞と同じとかそんなのばっかりだったんですが、もう今回だけはダブルチャンスだけの特別なフィギュアですよね。あの少し前にワンピースのカイドウのフィギュアなんかトリプルチャンスキャンペーンでしたっけ、空張りではあるんですがキャンペーンでしか当たらないっていうことで、あの何十万とかなってましたよね。十何万とかでしたっけ、とにかくダブルチャンスキャンペーンでしか当たらないっていうフィギュアになると、あのすごいことになるんですよね。というわけでこれもちょっとやばいような気がします。当たらないですけどね。はい。で今回なんですがどうですかね、フィギュアはワンピース衣装で、その次がマイクロファイバータオルということで、これも2つずつで10個あるんでしたっけ。これもまあ一応当たり枠と言ってもいいんですかね。そうなると、20個もまあ当たり枠があるっていう感じですかね。これ大きさどれくらいなんですかね。90センチ、なんとも言えないサイズですね。まあでもこれ当たってる嬉しいですよね。であとはまあ軽賞チョコノココサラ、 L 賞チョコノコフィギュア、 M 賞ラバーストラップで、ラストワンはキャンバスボードみたいですね。確か前回もこんな感じでしたよね。でまあこれから引きに行くんですが、おそらく何人か並んで引くことになるかと思いますので、フィギュア狙って頑張って引いていきたいと思います。はい。ではですね、一旦行ってきます。はい、行ってきました。無事引くことができました。でもやっぱり混んでましたね。20人くらいは並んでたんじゃないですかね。で私10番目くらいだったんですが、あのやっぱり5回制限でした。まあ、前の人が何回引いたかわからないんですけれども、単純計算もやっぱり50回くらい引かれてる計算になるんですよね。でもうじゃんじゃん引くので正直状況があまりよくわからなかったんですが、確実に悪い状況だったんですよ。張り紙見た感じ半分くらいでもうフィギュア3つくらいしかなかったんですよね。まあでもここで撤退するわけにはいかないので、せっかくだということで、5回引いてきました。そちらの結果ご報告させていただきます。はい。ではまあ会場の方からお見せしていきますね。まずはこちら。はい、 M 賞ラバーストラップですね。これがですね2つ3つ、はい、以上です。3個も当たっちゃいました。でこれエプロン姿と私服パターンで全部で10種類で、これ選べるんですよね。なんで選べる仕様にしちゃったんですかね。でまあ半分を引かれてれば人気のやつあるわけないんですよ。そんなわけでやっぱりミクのエプロン衣装はなかったんですよね。でまあ悪あがきじゃないんですけれどもミクを2つ、壊滅させてきました。でもう1つは、四つ葉を選びました。はい。でもう残り2つですよ。お次がですねこちらです。はい。F 賞一家のマイクロファイバータオル当たりました。
うん、まあ一応2つしかないので当たり枠ですよね。うん、まあやっぱりそこまで大きくなかったですね。ちょっと開けてみますか。はい、こんな感じです。うん、まあ銭湯に行くときでも使いますか。うん、めっちゃ恥ずかしいですね。はい、でですね、もう最後ですね。はい、でまあ一番くじよく引かれてる方ならわかると思うんですけれども、あの上位賞ほどお姉さんなんですよね。まあ、そんなわけでさっきのがいちかのタオルだったわけで、それより上となるとそうです、フィギュアなんですよ。うん、なんとかゲットすることができまして、それがですねこちらです。はい、なんとですね C 賞ミクワンピース衣装フィギュア当たっちゃいました。ありがとうございます。いやー、条件悪かったんですけどね、奇跡的に引くことができました。いやー、良かったです。で当初の予定ではですね、まあ10回ぐらい引いてフィギュア出ればいいかななんて思って引いてきました動画で、チョコノッコとか、まあ、小皿クローズドボックス開けて終わりにしようかなと思ったんですけど、うん、見事に当たらなかったので、今回はですねこの新書のミクのフィギュアをちょっと開けてどんな感じかを見て終わりにしたいと思います。はい、では、こちら開けていきましょう。うん、でまあ今回も750円ではありますが、フィギュアが10個もありますからね、前回と同じでそこまでクオリティには期待できないですよね。うん、可愛く仕上がっていることを祈ります。では中身見ていきましょう。まずは台座ですね、ピンクのクリアパーツになってます。で本体ですね、特に別パーツとかにはなってなさそうですね。台座に取り付けてビニール外して、はい、 OK です、できました。はい、ではですねまず全体をいろんな角度から見てみたいと思います。こんな感じです。で今回のフィギュア、まあ、ワンピースでのフィギュア化になったんですが、これ去年の8月に開催されたごとよめのくじの新規書き下ろしイラストで、その時はフィギュアはなかったんですよね。上位賞がクッションだった時のくじで、まあ、その時の書き下ろしイラストを今回フィギュア化したっていう感じなんですかね。はい、ではお次回しながら見ていきたいと思います。こんな感じです。うん、なんかごとよめのくじって面白いですよね。書き下ろしイラストが使い回しっていうと言い方あれかもしれないんですけども、前回のブライドスタイルのくじ、まあ、花嫁フィギュアだったんですけれども、解消は白無垢だったんですよね。でその書き下ろしイラストがその次のオンライン限定くじではクッション賞のイラストとして使われたんですよね。うん、なんか面白いですよね。でまあ7月にあった一番くじオンラインでは浴衣の書き下ろしイラストだったんですけれども、うん、あれですかね、次回もしまた開催があるとすれば今度はそのイラストのフィギュア化とかになるんですかね。うん、ちょっと気になりました。はい、ではですねお次近めからも見ていきたいと思います。まずお顔ですが、うん、普通に可愛いですよね。で前回もそうなんですけど、肌の色とかもすごい綺麗なんですよね。チークなんかもあったりして、でアイプリントとかもすごい細かいですね。うん、今回も可愛く仕上がってると思います。で帽子ですが、うん、さすがに脱着ギミックとかはないみたいですね。で髪なんですが、これクリアパーツなんですけど、まあ、先端にかけて薄くなってるんですが、うん、もう先端はもはや普通の透明にまでなっちゃってますね。まあこれはしょうがないですかね。で衣装なんですが、グラデーションがかっててすごい見た目綺麗ですね。うん、でまあ今回の造形そんな胸とかは強調そこまでされてないですかね。で顔同様腕とかも肌綺麗ですね。関節部分がグラデーション塗装されてますし、うん、肌色の見栄えすごいいいと思います。
で、スカートなんですが、これもクリアパーツでできてますね。で、部分部分塗装も強弱あって、陰影塗装があるみたいな見た目になってますね。あ、一応中身も写しておきますね。で、生足なんかも、しっかり綺麗ですね。関節部分が少し濃いめの色になってます。足もサンダルとか結構塗り細かくていいですね。で、台座ピンクのクリアパーツで桜の模様なんですが、これもワンピースと雰囲気が合っててとてもいいと思います。で、まあ公式表記18センチということで、今回もそこまで大きくない、前回のブライドスタイルのフィギュアと同じくらいですよね。あの、小さくてフェイスとか違和感のある顔とか、全くそんなことないので、いい感じに可愛く仕上がってると思います。いいですね。いや、これ条件が良かったらもうちょっと引きたかったですね。まあでも今日から開催ということで、今日はですね、もうちょっとお店巡ってみたいと思います。はい、ではですね、もう少しだけ写して終わりにしたいと思います。はい、いや、それにしても本当フィギュア当たって良かったです。まあ低評価承知でお話しするんですが、なんか私ミク運いいんですよ。前回のブライドスタイルもミクと四つ葉のフィギュア当たったんですよね。で、オンライン限定くじもミクと四つ葉当たったんですよ。で、ミクは1回計で確か2個とか当たったんですよね。で、また今回、ミクということで、ミク好きの皆様本当に申し訳ございません。低評価押さないでください。はい、で、まあ、今回のフィギュアしっかり可愛くできてましたね。ということで、他4人の出来すごい気になります。私が引いたお店、特に陳列とかされてなかったんですよね。もう売り切り予定で段ボールに入ったままで、渡された時も薄紙が巻かれたままだったんですよね。ということで、引く前にフィギュアどんな感じかとか全く見ることができなかったので、他4人がどんな感じかわからないんですよね。で、ミク結構良かったので、いや、これはですね、ちょっと集めたくなっちゃいました。でもこういうのって5人揃えるのマジできついんですよね。交換ですとか、売り買いした方がやっぱり効率いいですよね。私もさすがに5人揃えるっていうのは、だいぶ資金きついので、そうですね、今日これからが本番ということで、5回10回20回前後ぐらいを上限にですね、もう一度引きに行きたいなと思ってます。で、またですね、引くことができましたら動画にもしたいなと思ってますので、よかったらまた見に来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ではですね、このままもう終わりにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。この動画面白かったらぜひとも高評価ですとかチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、で、私市販のスケールフィギュアをメインで動画投稿しておりますので、ごとよみのフィギュアもですね、今後投稿していくことあると思いますので、よかったらまた見に来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで以上になります。今回は、一番くじ5等分の花嫁あなたと一緒にの結果と開封動画でした。で、こちらのくじ、本日11月20日土曜日から順次発売予定となってますので、皆様推しゲット目指して頑張ってください。はい、では以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。